茶道教室よしやん。本日は着物のレッスンです。ワンポイント講座としまして、後輪ベルトのかけ方、そして胸ひものかけ方をお送りいたします。よろしくお願いいたします。では今ほど腰ひもを締めたところです。そうしましたら、後ろのシワを伸ばしましてから、前身頃もこのように合わせていきます。まずドドの前でグーッとして、胸の前でグー、お足でギリギリでグー、右手そのまま残しましたら、左手は宮津口から手を入れまして、右手のところまで届くようにして、トン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 とお足を整えていきます。後ろも背中心、両手探りまして、中央から両脇にスーッとして、お足を一本に揃えていきます。この後に後輪ベルトをかけていきます。後輪ベルトをかけるとき、私は生徒様に膝をつくようにお勧めしております。そうしますと下半身が安定しますので、上も安定するようになります。それではここから膝をつきます。今膝をついたところです。つま先を立たせて膝の姿勢になっております。そしてまず後輪ベルトの長さですけれども、私やや長めにしております。肩幅よりも10センチほど長い状態です。そしてすぐ左手で取れるように、この輪の方が右側、輪じゃない方を左手で左側にして膝前に置いておきます。そうしましたら、襟を下前から決めていきましょう。私は分かりやすいように外に出しますけれども、皆様には中で作っていただいております。まず右側の襟、ともえりのところ、私は長さを決めておりまして、右手の人差し指、第二関節と決めております。決めましたら、左手底のところを押さえます。右手、耳の下のところを、二つ折りになっているかどうか確認します。そして左手が待つところまで、スーッと一本線を描くように下ろしていきます。左手、くっつきましたら、今度はその下、10センチほどのところに左手行きます。その下に、そのところに右手も追いつきましたら、左手はこの V 字を描くようにして襟を開いていきます。ここが今ほどの線、そして余ったところを左側にこのように広げまして、ここ V 字がなっております。そうしましたら、左手はこの V 字を押さえて、そして右手で余った布を右側に、右の脇腹に向かってこのように折り上げていきます。そしてそうすると、ここにこのような三角形が現れていきます。三角形現れましたら、右手この V 字を譲り受けて、左手手を離して後輪ベルトを取りに行きます。そうしましたら、私もこの襟を中にしまいます。はい、右手は V 字を持っております。左手手が離れて後輪ベルト、輪じゃない方、シングルの方を持ちます。そして V 字のところをパッチンします。ちょっと分かりやすいように外に出します。V 字のところパッチンしますけれども、これ下線、 V 字の下線のところに後輪ベルトの下線合うようにパッチンします。ちょっと拡大して見せます。で、ね、私はこのように V 字の下線と後輪ベルトの下線を合わせるように生徒様にお勧めしております。こうしますとずれてこないんですね。着崩れが防げます。切れ地が薄くなってくる時期、一重ですとか薄物ですとか、そういう時期はどうしても着崩れが起きやすいんです。着物の切れ地の摩擦が減るからですね。ですので、このように下線と下線合わせて、なるべくここ摩擦が起こるようにしてもらっております。合わせの時はあまりこういったところまで気をつけなくても大丈夫なんですが、普段から細かいところに気をつけていただきますと、どんな季節でも着崩れ起きにくくなりますので、下線と下線合わせるようにいたしましょう。そうしましたら元に戻ります。今左側をパッチンと後輪ベルトを止めたところです。そうしましたら、左手で V 字を押さえ直し、空いた右手は上前の襟を取ります。なんとなくかぶせて、そして脇腹、右側の脇腹ですね、バストのトップから10センチぐらい下を私は取っております。押さえましたら、親指で押さえて、小指ぐーっと後ろに反らせておきます。そしてちょっと待って、何て言ったっけ、今ほど後輪ベルトパッチンと左側締めたところです。そうしましたら、左手でその後輪ベルトのパッチンと決めたところを押さえ直し、空いた右手は上前の襟をなんとなくかぶせて、
そして右側の脇腹まで持ってきています。親指で上前を押さえて小指ぐーっと後ろに反らせておきましょう。ここで初めて左で後輪ベルトを持って出てきて、その右手の小指に輪っかを引っ掛けます。右手の小指に輪っかを引っ掛けます。引っ掛けました。左手、空いた左手、上前の襟を持ち直し、右手小指に引っ掛けたままぐーっと前に持ってきます。そうしましたら小指から親指に移します。今度は右手の3本指で左手の持っているところ少し下を持ちます。今度左手開きますので、左手ともえりのところ人差し指第2関節と決めて、そして同じ位置右手で持ち直し、左手開き直しますので耳の後ろのところ2つ折りにして右手が待つところまでスーッと下ろしてきます。右手待つところまで下ろしましたら、今度は右手その10センチ下まで来て、左手が右手に追いついて、左手の少し上を後輪ベルトでパッチンと止めます。でこの時にピッと手を離さないで、右手は後輪ベルト の前に行っている力を少し後ろに伸ばします。はい、これで後輪ベルトの付け方大丈夫です。そうしましたら胸紐に詰めます。この時に鏡などを見ていただいて、本当にこの位置でいいのかなってチェックします。この位置でいいのかなと思って、もうちょっと狭くしたいなって思いましたら、ここで調節していきましょう。で調節の仕方はまずここ側下前から調節して、そしてこのたるみ V 字のところを上に上げていきます。上前もこれぐらいいいかなというところを調節しています。これで OK というところになりましたら、後ろに行って後ろのシワをまず伸ばします。背中心下に下げ、背中心から両側10センチのところを下に下げます。左手背中心に戻り、右手人差し指で背中心から右側脇腹に向けてシワをたるみを伸ばしていきます。ここにたるみがなければ大丈夫です。今度は手をチェンジ、右手背中心、左手人差し指第一関節、ごめんなさい、左手人差し指で背中心から左脇腹までシワを伸ばします。大体のシワが取れましたら OK です。今度前に戻りまして、胸紐をかけていきましょう。私はお紐にはとてもこだわりを持っておりまして、麻のさらしでできたお紐にしていただいております。それは毎回アイロンをかけてピーンと伸ばしていただいているんですね。そしてですね、中央が分かるように必ず中央にこのように色のついた刺繍糸で印をつけていただいています。こうしますと必ず中央が取れますので、輪のところが取れますので着崩れが防げるんですね。毎回毎回同じクオリティの着付けとなります。そうしましたら中央分かりましたので、中央から10センチほど左右分かれたところを持ちます。そして右側はバストトップより下10センチのところ、だいたいですねこの後輪ベルトぐらい、後輪ベルトの少し下ぐらいのところに右手合わせておきます。左手上前の襟に合わせるようにしてぐーっと右手と同じ位置まで下ろしていきます。そうしましたら両手後ろに回って背中にお紐が回りました。左手で全部取って右手一旦手を離し、このように交差させます。交差させましたら交差点のところ親指がこのように背中心に合わせる形です。でズリズリと左右10センチほど開きまして、開いたところで親指離してじわーっと引き締めましたら、それぞれの紐親指と人差し指で取り直し、3本指開きますのでぐるっと回して手のひらが背中方面につくようにします。この方がじわーっと引き締まるんですね。でじわーっと引き締めては体にくっつけて、じわーっと引き締めては体にくっつけてっていうのを繰り返して体の正面まで来ます。じわー引き締めてくっつけて、じわー引き締めくっつけて、そうしましたら右手で全部お紐を取りましょう。で左手はこのたるみを下に下ろしていきます。どうしてもこの辺たるみますので、紐を締める前にたるみを下に送ります。右側も同じようにここにたるみありますので、締める前にたるみを下に送ります。で大まかなシワを取っていきます。そうしましたらここでお紐を結んでいきましょう。左が上、右が下、1回からげてじわーっと結んで縦にして、今度は上下です。右手が下、そうしましたら下にあったところ
最初イタリアにあったところを交差されるようにして、交差させて、そして残りのお紐がからげてしまいます。からげましたら、一番下の輪になっているところ、1重目、この1重目をかぶせるようにして、結び目を覆いかぶしてしまいます。そうしますと緩みませんので、はい、これで胸紐 OK です。後ろを見ましょう。後ろ背中心グッと伸ばして、もう一度コリンブルクの時と同じようにします。グッと伸ばして左右10センチのところ、また下にグッと伸ばします。左手が背中心、右手人差し指、後輪ベルトと胸紐の下から中央から右側、脇腹に送っていきます。そしてここにシワがなければ大丈夫です。脇腹にシワを集めるような形でダンスを取っていきます。今度は右手が背中心、左手人差し指が後輪ベルトの下から胸紐の左側、後輪ベルトの下から左脇腹まで送っていきます。そしてやはりここもダンスを取る形で、ダーツを取りまして、背中のシワは入りました。本日は後輪ベルトと胸紐の掛け方でございました。後輪ベルトで万が一幅が自分の思った通りにならなくても大丈夫です。そこで調節して胸紐を掛ければ、胸紐の時に固定されます。ご安心ください。この後に伊達締め、私はスズロベルトを用いております。そしてお箸をまっすぐするための細い紐を用いておりますが、この続きはまた別の動画でお送りいたします。本日もご視聴ありがとうございました。